こんにちは、声色インクのかなです。今日は私の好きなロシアパンというお話を紹介します。あらすじ。主人公は東京で暮らす成人男性です。彼は夕方になるといつもパンを購入し、パンの包みを抱えながら少年時代を回想します。その思い出の中の世界が物語の中核となります。少年時代の舞台は東北の小さな田舎町、時代は1931年頃となります。主人公の家のすぐ裏にある日突然ロシア人の家族が引っ越してきます。そしてロシアパンを町の人々に売り歩き始めます。当初ロシアパンはなかなか売れませんでした。外国人の存在は珍しく、町の人々は彼らを恐ろしいもののように感じて近寄らなかったのです。主人公とその家族はそんなロシア人を不憫に思い、時々パンを買ったり交流を持つようになります。主人公はロシア人家族と打ち解け、特に同年代の少年と仲良くなります。そうしているうちに町の他の人々にも少しずつパンの美味しさやロシア人家族の人の良さが伝わり、パンが売れ始めます。しかしそんな矢先に満州事変が勃発し、主人公の田舎町も戦争ムード一色となります。そしてロシア人家族はスパイに違いないという噂が流れ始めます。ロシア人家族は嫌がらせを受け、町で孤立していきます。そしてある日、私はスパイではありませんを主人公家族に言い残して町を去ります。ここで回想は終わります。主人公は大人になった今もパンの包みを抱えながら、あるいはパンを食べながらロシア人の家族のことを思うのでした。感想。この物語の主題は大きく2つでしょう。少年時代へのノスタルジー、そして差別と戦争です。まずノスタルジー、郷愁についてです。主人公は現在東京という都市のアパートに暮らしています。そしてパンを簡単に買うことができます。しかし今食べるパンより少年時代に東北の田舎町で食べたパンの方が美味しかった気がすると感じています。当時まだ珍しく甘くてふわふわで美味しそうな匂いのしたパンという食べ物の思い出、そしてロシア人家族との交流の思い出、そういったものに大人になって初めてわかる、えも言われぬ懐かしさを感じているのでしょう。そしてそれは年を重ね死に近づくことへの寂しさや恐怖の裏返しでもあるでしょう。次に差別と戦争です。学校の国語の授業ではこちらのテーマの方が取り上げられやすいかもしれません。進化心理学の世界では差別感情は人類が長い進化の過程でより安全に生存していくために合理的に獲得したものだという説があります。未知の病原菌による感染蔓延を避けるためには得体の知れない共同体外部の人間を警戒し時に排除することが本能のレベルで見た時合理的なのです。作中には当時珍しかったロシア人家族が田舎の小さなコミュニティの中で恐れられたり嘲笑されるシーンが出てきます。そしてそこに戦争という危機が重なります。戦争は生きるか死ぬかの殺し合いです。自分自身と大切な人を守るため仲間と結束し、殺されるよりも先に敵を殺さなければなりません。戦争には人間が潜在的に持っている差別感情を強める働きがあるように思います。ロシア人とたまたま家が隣で交流があり仲間意識を持っていた主人公でさえ心のどこかでロシア人たちは本当にスパイなのではないかと疑うような描写があります。しかしだからといって差別は肯定されるでしょうか、正しい行いでしょうか。そんなはずはありません。人間は感情や状況に流される弱い生き物ですが、同時に理性を持つ生き物でもあります。理性的に考えれば根拠もなくロシア人家族をスパイ扱いすることは非合理的で愚かなことだとわかります。これは本能のレベルでの合理性と対立します。差別
そしてそれを煽る危機的状況はおそらく人類史と共に存在してきました。最近では 3.11 や新型コロナウイルスパンデミック、ロシアによるウクライナ侵攻に伴い差別の問題が顕在化しました。そしてこの問題はこれからもしばらくは続いていくと考えられます。ロシアパは物語として面白いのみならず、こうした人類的に重要な問題を考える上で非常に優れた教材となるでしょう。教科書に載せるにふさわしい作品だと思います。